大正19年、帝都東京。後に高麗大戦と呼ばれる史上最大の戦いが勃発。帝都、パリ、ニューヨークの歌劇団はその脅威に果敢に立ち向かい、そして世界は救われた。彼ら勇敢なる歌劇団、その全員の消滅と引き換えに。それから10年の時が過ぎ、大正29年、兵学校を出て念願の海上任務に就いたってのに、あの事件のせいで丘に左遷か。国務官の艦長に任命された時は心躍ったが、短い夢だったな。ほんと冷めないで欲しかった。まあ済んだことは仕方ない。気持ちを切り替えていこう。さて、今度の着任作ではどんな任務が待っているのかな。